小さいおじさんの秘密。俺の友達の K が行方不明になった。K は話題に事欠かない引き出しの多さから、予付クラスの中心にいるような人物で、陽キャから陰キャまで隔てなく気に入られていたため、ある意味最強のキョロ獣みたいな存在だった。そんな K が行方不明になる前、とある話を俺に聞かせてくれた。これから話す内容は、当時 K から聞いた話をそのまま記憶から呼び起こしたものだが、俺自身理解しきれていないので、そこは容赦してほしい。ある日の下校時、俺は K とコンビニに寄った帰り、夕焼けに沈む歩道でその話を聞いた。小さいおっさんって見たことある？は？それは何の脈絡もない突然の振り方だったが、俺は早々にテレビなんかで聞いたことがある小さいおじさんの幽霊、もしくはおじさん型の精霊のようなものを想像し、K にそう答えた。俺さ、この前小さいおっさん見たんだよね。K はしっかりとした口調で言い放った。何でも K は昨晩、風呂上がりに麦茶を飲みながら自分の部屋に戻ったらしく、その時何気なしに机の下が気になり覗いてみると、小さいおじさんが K が落としたであろう短い鉛筆を転がして、運んでいるところを見つけ出そうだ。おじさんとしばらく目が合った後、K はなんだか気まずくなって顔を背け、残った麦茶を頬張った。そしてしばらく落ち着かない空間でベッドに横になって漫画を読んだり、スマホをいじってゲームなんかして時間を潰したところで、再び机の下を覗いてみれば、小さいおじさんは消えていたという。なんだそれ、ウケる。俺は作り話だとしても面白かったので笑ってやった。その日からだろうか、K はたまに小さいおじさんの進捗を俺に話してくるようになった。昨日はなんかベッドの下で横になってケツかいてくつろいでたわ。俺が置いといたクッキーなくなってた。なんか夜中に声かけられた。K の作り話はだんだんと同居家族がするであろう身近な感覚というか、まんま日常風景を語るような感じで親近感を通り越して、マジでお前頭大丈夫か？なんて気持ちが前のめりに出てくる。例えばペット自慢をする飼い主のように、K は毎日面白おかしく小さいおじさんの些細な行動を報告するのだが、俺にとっては妄想内の創作話としか思えなくて、ペット自慢より立ちが悪く思えた。数日後、K はこれまでと違った趣旨の話を持ってきた。なあ、小さいおっさんの秘密って知ってる？冒頭の切り出し方はこれまでの K と至って変わりないが、今日はいつにも増して神妙な顔つきだったので、俺は素直に聞き耳を立てて、不愛想に、知らねえ、と答える。小さいおっさんが消えるところを見ると、それを見たやつも小さいおっさんに変えられるっていう都市伝説。なんだそれ。俺は少しだけ吹き出しそうになったが、どうにか耐えきり、K の話を聞くことにした。掲示板で見たんだけど、小さいおっさんは絶対に自分が消える瞬間っていうのかな。帰る瞬間だけは人間に見せないらしいんだけど、もし人間がその瞬間を見たら、小さいおっさんが怒って、
見た人間を小さいおっさんの仲間に変えるらしいぞ。まあ、言われてみたら、小さいおじさんの目撃談は聞くけど、実際あいつらがどこから湧いてくるのか、わかんねえよな。だろ?なんて、食い気味で返事をする K をやや鬱陶しく思いながらも、俺は続ける。で、なんでその瞬間見たら、小さいおじさんに変えられんの?せっかく俺が興味を持って話題を広げてやったのに、K は、さあ、の一言で済ませ、俺たちはコンビニに寄って漫画雑誌を立ち読みして帰った。これが K との最後の会話だ。翌日 K は行方不明となり、K の両親が捜索願いを出したのを聞いたときは、マジで焦った。最後に一緒に下校したときに、K の両親や学年主任、警察が話を聞きに来たが、正直最後の会話についてそのまま話していいものか、随分と悩んだものだ。小さいおじさんの話をしていた人間が行方不明になったと知ったら、頭がおかしくなって失踪したと思われても仕方がない。なので俺は、他愛のないゲームや漫画の話、そして本当に話してた進路の悩みなんか、当たり障りのないことを話してたと語り、お礼の聴取は意外とあっさり終わった。しかし K の捜索は進展がないらしく、一週間、二週間と経過し、やがて季節をまたぐようになると、次第に K の話題も、落ち着き始める。ただ、俺は、今になって小さいおじさんのことが気がかりになってきた。というのも、つい最近、学校帰りに部屋に戻り、電気をつけた時だ。点滅する電光に瞬きしていると、窓のサッシに小さい生物がもぞもぞ動いてるのに気づいた。点灯後真っ向から見れば、それが小さい人間、小さいおじさんだと脳が認識した瞬間、K のことを思い出した。あれから半年、K は今どこで何をしているのだろうか。サッシから体を起こして立ち上がった小さいおじさんを眺めながら、俺は久しく会っていない K の姿を想起する。そして小さいおじさんがおもむろにこちらに振り向いたことで、自然と目が合った。あ、いや、そんなバカな。と俺はあっけに取られた。目の前の小さいおじさんの顔がどことなく K に似ている。K をもう少し老けさせたらこんな感じだろうか。その小さいおじさんはしばらく俺の顔を堪能した後、くるりとキビスを返してサッシの上をかける。そして忍者のようにカーテンへ飛びつき、カーペットが敷かれた床へと滑り降りると、俺の視線から逃げるようにベッドの下へと駆け込む。無性に気になった俺は、その小さいおじさんを視線だけで追いかけた後、身をかがめてベッドの下を覗こうとしたが、ふと、K の言葉が連想される。小さいおっさんが消えるところを見ると、それを見たやつも、小さいおっさんに変えられる。その言葉が俺の足かせとなり、行動をいさめることになる。小さいおじさんがベッド下から出てこないかしばらく待ちぼうけしたが、母が晩ご飯に呼ぶまで出てくることはなかった。それからというもの、俺もたまにだが、部屋の中で小さいおじさんを見かけるようになった。K の言う通り、小さいおじさんは本当におっさんのように、
ぐうたらと過ごしている。俺もクッキーとかお菓子を食べやすいように小さく砕き、テーブルに置いておき、朝確認するとなくなっていることに驚くものの、内心嬉しくなった。しかし、問題はそこじゃないんだ。小さいおじさんの存在は、百歩譲って認めるとするが、Kは、どこに消えたんだ。もしKの言う通り、小さいおじさんの何かを見たせいで、Kが行方不明になったのだとしたら、Kは何を目撃した？小さいおじさんが消える瞬間を見た。それとも現れる瞬間を。俺は日に日に込み上げる好奇心に頭を抱えながら、今は耐え忍んでいる。見たい。小さいおじさんが現れる瞬間を。小さいおじさんが消える瞬間を。どこから来て、どこへ帰るのか。きっと K もこの衝動に駆られてしまい、実際に小さいおじさんの秘密を見てしまったのだろう。俺も見たら、行方不明になるのだろうか。いや、小さいおじさんに変わってしまうのだろうか。俺の部屋に現れた小さいおじさんは、どう見たって。覚悟を決めた俺は、今度小さいおじさんを見つけたら、最後まで追いかけてみようと思う。そう決意した俺は、監視カメラを室内に設置して、来る日を楽しみに寝床へ潜った。楽しみだ。いつかKと再会したら自慢しよう。俺は寝入る直前、枕元の端にKとよく似た小さいおじさんが、ちょこんと座って微笑みかけているのを見たような気がしたが、睡魔のせいでまぶたが重くて、体が動かなかった。小さいおじさんは、何やらもぞもぞと体をくねらせたかと思うと、まるで脱皮をするように、皮膚を脱ぎ始め。俺は、深い眠りに落ちた。